やっちゃうよ、ライドンですということで、今日もやっていくんですけど、今日は、このね、今、6139ということで、グローバル39なんですね。うん、なんで、まあ、とりあえずローカルも4位か5位ぐらいだと、4位ですね。なんで、とりあえず、結構マルチで連勝できたんで、そこのね、リップ解説をね、していこうかなと思います。ということで、最初にね、どうしようかな。とりあえず、一番近いのでいいか、この枯渇三重士 VS ペッカー、このめちゃくちゃ流行ってるアナポイでいいかな。とりあえずこのスケラースケフリはね超相性いいんですけど、もう俺がねケツペッカーとかすればいいところをしないで負けちゃったんで、ちょっとまあシュッシュッって感じで、とりあえず勝ってる試合だけをね解説しようかなと思います。結構このデッキいい感じにね勝ってるんで、昨日ミラティブでいい感じに勝ったんで、まあまあまあという感じですかね。ああ、迫撃に勝ったから迫撃のリプも解説するか。迫撃は多分需要があると思うんで、ああ、リプが切れてるわ。OK。はい、いきまーす。小川さん1本目。うん。まあ、とりあえずザッピーセパーとかが安牌ですね。でこういう時に相手がエリポン組んですけど、自分の手札に何もないじゃないですか。そういう時は、まあ、こうやってもう軽いのをねバンバン、まあ、端前に出していって手札回してポイズンが来ることを祈る。で来なかったら空に強いライダーとかザッピーを端前に足すって感じですかね。まあ、これは結構美味しい感じに仕上がったんで、はいはいはいって感じですね。でとりあえずここで、まあ、エリアドをトントンぐらいかな、トントンぐらいでダメアドめちゃくちゃ取ったんで、うんうんうん、美味しい美味しいって感じですね、これは。うん、とりあえずこれで相手は三重士だな。で一重士の方に固め出しザッピーを出していきますという感じで、まあこれで正直工場とか来ても、あの固め出しザッピーの方にホバーとか出して、受けつつ逆サイはね、ロリババだけで抑えられるんで、ロリババをぶっ転がしていって、はい、でこのタイミングでね、一重視がタゲを取って、タワーにタゲを取って、二重視だけはロリババに向く方投げ方をすると、二重視単体できた時に、ロリババを、マスケ2発だけでね、タワー2発だけで処理できるんですよ。6コストは、まあ三重視の片割れなんで、6コストを2コストで、その2発だけでね、処理できるんで、めっちゃお得ですね。この受け方は絶対覚えた方がいいです。はい、ということで、とりあえずこんな感じですね。ほんで、持って、まあ、相手がまたポンプ置いていくんで、はいと。まあ、言うので手札回していって、ポイズンかな。ポイズンを打ちますと。で、ここでやっぱ警戒できるのが、相手は、まあ、ロリババギャングとかなんですけど、俺がエレキとか持ってたら絶対止まるってわかると思うんで、それは、工場ガゴムレですね。なんで、俺はもうここでザッピーと、ライドラのね、出す位置をあらかじめ決めておいて、こうやって重ねて出してあげることによって、工場と、ガゴムレどっちもの動きが止まるんですね。なんでちゃんと相手の攻撃が来る前に想定しておいてっていうのも、ね、割と大事ですね。でこれでまあ綺麗に処理していって、まあね相手がザップ持ってたんでこれ足さずに、まあまあまあという感じで、うん、とりあえず工場後ろから出したのかな。うん、おしまいか。でこれでまあどうせギャンが来るだろうっつってこれに転がしといたんですけど、まあ端前にねちゃんとこれもちょっとテクニックがあって、工場の前に U のを出してあげることによって工場を延命できるんですね。なんで相手がある程度ユニット出してきても丸太とかザップを打たれない限りは大体工場がタワーに入るんで、そうですね。で、はいと。まあペッカーを出していって、ここで俺が考えてることは守って結構ありがちなのが、その守りに徹底して1本折られて何も残らないみたいな。エリアドもないし、タワーも折られちゃって、で、こっちのユニットもやられちゃってるから、なんなら相手にアドが上げてるみたいなね。感じなんで、とりあえずここは、片方を捨てて2本目折りに行くっていうのが大事ですね。これがまだ1分突入してないとかだったら、ワンチャン3クラ折られたりして危険なんですけど、残り30秒とか40秒の場合は、1本捨ててもいいんで、もう1本ペッカーを出したサイドにめちゃくちゃゴリゴリにねユニットを出してあげることによって絶対1本折れるんで、2-1 で勝つっていうのも割とテクニックですね。先にポイズン打っていって、あとはもうガゴムレでしか防げるカードがないんですよね。先にホバーを出していって、で、これは絶対ガゴムレで囲んでくるやろうみたいな感じでね。で、まあ、ライドラを追加してあげるという感じで。で、相手は攻めに使ってきたんですけど、こんなことしたら絶対守れないんで、まあ、出してあげて、でこっちにね、で、4エリで防衛ポイズン押して、こっちは折って、はい、2-1で勝つという感じで、割と、
これがね、相手からしたら守ったら 1-0 で負けちゃうし、攻めたら 2-1 で負けるっていう、もう相手からしたらどうしようもない感じですね。で、まあとりあえず1本目グッドゲームという感じで終わっていきます。はい、2本目はペッカね。えこのペッカでやっぱ大事なのはなんだろう、まあちょっと相手のねメガゴだったりとか、タルババだったりで型を変えてるんですけど、大事なのが工場系のね、ユニットを止めるユニットをまず見定めるっていうか、まあ、これはライドラ、俺のデッキだったらライドラまたはザッピーは呪文で撃たれちゃってワンチャン負けるけど、ライドラさえあれば相手が例えばですよ、端前にゴースト U の工場とかやってきてもライドラさえあれば止まるんですよ、正直。なんでライドラを持っていたら相手はねその攻めができないんですよね、手札分かってる相手なら。なんで、とりあえずその相手も同じように止めるユニットは絶対にあるんで、相手もライドラを持ってるんですね。なんで、相手のライドラを数えて、今持ってる今持ってないとかでその工場をねアドを取ってても4とかアド取ってても本当にライドラさえいれば止まっちゃうんで、こうやってねピピピっていう感じで止まっちゃうんですよ。なんで、ライドラ回ってない時とかあえて逆に使わせる攻めをしてからもう一回逆を攻めるとか、そういう感じの考えが大事ですね。で、はいはいはい、とユーノが来るんですけど、これねユーノ確か始まり来て受けらんないんだよね、ミスるんだよな俺のロリババが、確かね、確か相手がアド取ってるんで多分先に出してくると思うんで、ユーノ出してくださいな、これ始まりに確か右の始まりに出してきて、はい、という感じでロリババが遅れて、遅いですねマジ でこれで1、2、2発と突進に入って結構削られるという感じで、まあまだねこれはペッカを出していって、で手札にライドラさえあればペッカ出して逆サイにねなんか出してきてもライドラだけで溜まっちゃうんですよ。なんで安心してケツからペッカ出すことができるですね。で相手はこのペッカを、ペッカがいないんで、そうそうそう、こうやって多分相手もこっちに何かを使わせてからそのライドラペッカでペッカをしばこうみたいな考えだったと思うんで、俺は速攻でザッピーを出してこっちにね電撃をスッて向かわせますね。でこうやっていって、まあ、とりあえず落ち着きですね。でユーノを出していって、これ先にねライドラタワーについて先にユーノ出してもこうやって、はい、タゲが変わるんですよ。でこれ何も出してこなかったらユーノにタゲが変わってミリで残りのライドラがめっちゃ活躍するん でとりあえずこの内側からユーノ打っていって、まあまあまあという感じで、またライドラ持ってるんで後ろからペッカ出せちゃうんですよねこれ、うんうん、相手が逆攻めても本当に絶対守れるんでライドラさえいれば。で後ろにまずザッピーかな、あライドラか、ライドラをつけてあげて、でこっちに、ね、相手がライドラを出すように仕向けるんですよね。相手が出してきたらもう逆サイブッパこうやって、でザッピー1を先行させることによってこの工場を延命できるんですよね。ザッピー1体犠牲になるけど2体が生きる、なおかつ工場が延命されるんで、大体なんだろう、ザップとか打たれない限りはタワーに届く、まあ、さっきもね縦に言うのを使うのと同じ感じですね。ザッピー1体を犠牲にしていくと、でこっちはもうブッパですね。とりあえずブッパしてあげて、もうでコバも足してよいしょという感じで、もうライドラさえ使っちゃえば絶対この攻めが通るんでね。ペッカの後ろにライドラをつけて相手のライドラを誘ってからこっちがババババババって攻めるっていうのも大事ですね。はい、 OK という感じで3本目、うん、とりあえずこれで、まあ相手もねまた似たようなデッキなんで、最後もこれも結局ライドラを切らして逆サイブッパで折るっていう感じですね。まあそれの覚え方というか考え方が伝わればいいかなって思います。とりあえずユーノを出していってホバーを早めに出すのかな確かで、まあユーノ処理すると、今ライトニングとかポイズンが多くてやっぱホバーが強いですね。結局ファイボでも別にザッピーがいるんで、そうですね本当に強いで、固めザッピーで別にここにポイズン打たれてもいいんでね、本当にザッピーはポイズンでも打たれても働いてから死ぬんで、でこれで逆サイに工場を流していき、相手は止めるユニットがねやっぱライドラ切っちゃうとね少ないんですよね。なんでこうやって過剰気味に守んないといけないっていうのがねあるんで、とりあえずライドラ出していって転がすと、はいはい、でライドラこれミリで残るんですよね。そうそうそう、なんで確かしまいに言うの足したかな、ミリで残るんで、はい、端前足してホバー逆サイで受けると、はいはい、今のところいい感じですねペースは。でまあホバーも来るから
相手はライドラで受けるのかな、これは。はいはいはい。真ん中気味で受けると両サイドに誘導したりとかできるんで、できたらこういうライドラとかホバは絶対端に寄せた方がいいですね。よいしょっていう感じで、まあライドラ切ったんで後ろから工場を出して、ライドラをつけるんかな、どうだったっけな、なんかつけ、あ、ケッツアッピーセパか。どうせそのケツゴースだったら絶対何かしら出さないと工場の勢いが止まんないんですよね。なんで、こうやって橋前にあえて走らせてあげて、相手を何かしらね、また過剰気味に防衛させて、これ間に合わなかったんで、速攻でザッピー出します。いや、遅いっすね、これが。で、まだ言うの、そのね、とりあえず、これで言うの足していくのか。うん、まあ、やることないんでね。で、まあ、真ん中目にホバーを出していって、これは、なんだろう。ホバー、受けのホバーっていうか、両サイド受けたいホバーなんで、こういうのは真ん中に出してあげて、工場で逆に釣ったりとかして、その、両サイドね、受けることができるんですよね、ホバーを真ん中に出すと。だからこういう時は真ん中でいいですね。ただ相手の、あの、なんだろ、ライドラを処理したいとか、そういうホバーは絶対端に寄せて出した方がいいですね。で、とりあえずペッカ出して、後ろにザッピーかな。うん、はいはい。これも遅れちゃうんだよね。めっちゃ遅い、俺も、ドリバーが。はいはいはい、という感じで、とりあえず、これでホバーかな、つけるの。で、相手はポイズンを打つと。で、ライドラを足してあげて、ライドラを引き出すんですね、ここで。ライドラ絶対相手出さざるを得んような状況を作るんですよ、ここで。言うのを足して。ライドラ出した瞬間に、もう、あ、出さないか。出したんか、ここで。で、そこでもう、はい、ぶっぱ。もう、ザッピー、あ、つけんのか。ここはつけんのか、まだ。いや、ごめんなさい、ごめんなさい。これでザッピーセーパーして、1ザッピーだけで、耐えるとね、めっちゃコスパがね、いいんですよね。で、ホバーを出してあげて、ここでケツペッカかな、多分。あ、そうだね。やっぱライドラ持ってるんでね、ケツペッカ。ライドラ持ってるときはケツペッカして、後ろから形を作るっていうのが大事ですね、結構。でライドラで、まあまあまあ、という感じで、しばき上げてあげて、ここで延命していって、ライドラが生きるんですよね、ここで。ピッピッピという感じで、とりあえず U のつけて、ここでまたライドラを引き出します。で左側、サイド振っていって、こういう両方に形を作るんですよね、まず。で、ライドラがいない方にライドラをつける。はい。タルババをぶっ転がす。で、それで3個性 U のをつける。って感じで、もうこの時点でグッドゲームですね。ライドラがいないと絶対止まらない攻めなんで、アイスイズトレンなんかじゃ絶対止まるんですよね、こんなの。なんで、まあ、ペッカ入って、グッドゲームという感じですね。まあ、両サイドに形を作って、ライドラをね、出してきた方をもう放置して、逆サイブッパっていうのがね、結構強い形であるんで。で、これで、なんでザッピーなのって、エレキじゃないのって人もいると思うんですけど、ザッピーって、やっぱなんだろう、守った後のカウンターが強かったりだとか、まあエレキもそうなんですけど、ザッピーで俺が一番強いと思ってるのは、やっぱ両サイド攻めれるんですよね。一つのユニットで。うん。後ろから出して相手は両サイド攻めれないから、また後ろから切るしかないとか、あと、その、やっぱり、ザッピーをセパして、右に言うの、左に工場を出して、ライドラを出さして、どっちかに出させてから、どっちかにぶっぱするとか、今は、やっぱりその、ファイボーが入ってたとしても、ポイズンやファイボーが入ってたとしても、やっぱなんだろう、優先順位が、ホバの方が高いんですよね。圧倒的に、防衛でめんどくさいのって、ペッカの後ろにザッピーがついてる時よりも、ペッカの後ろにホバがついてる時の方が絶対だるいんですよ。なんで、相手は先にホバをね、処理したいんですね。だから、あえて、ペッカの後ろに先にザッピーをつけて、呪文打ちたいけど、ホバがいるから打てないっていう状況を作って、無限にザッピーを生かすだとか、そうですね。まあ、エレキだったら割と簡単に処理できちゃうんですよね。後ろにユニット当てるだけで。まあ、例えば、まあ、まあ、ゴースだとか、バルキリーだとかで、簡単に処理できちゃうんですけど、ザッピーってやっぱ3体いるだけあって、呪文には打たれ弱いんですけど、逆に、ホバをこっちは持ってる分、呪文は打てなくて、ユニットでも処理しにくいっていう状況が作れるんで、割と今のこのデッキがしっくりきてるかなと思いますね。まあでも本当になんだろう。ライドラ俺今強いから、もう課金して観察して、どのデッキにもぶち込んでるんですけど、まあ、下方がもしね、今シーズン中に来たら、まあ、ライドラの枠を別にエレキにしてあげても全然強いかなと思うんで、まあ、ライドラ持ってない人は、このね、ライドラの枠をエレキにしてもね、いいかなと思うんで、ぜひ使ってみてください。ということで、今日この辺で終わります。まあね、さっきの動画はちょっと新しめの終わりの挨拶をね。おや？止める係が必要だな。止める係が必要だな。ってことで、いきますよ。はい、OK か？うん、いいよ。いきます。止めえや。